アブドラザブッチャーのメインテーマです。さあ出てまいりました、アブドラザブッチャー対大木金太郎の世紀の頭突き合戦でございます。アブドラザブッチャーの勇姿でございます。現在ブッチャー選手は勝ち点15点、第3位を形成しています。単独第3位です。アブドラザブッチャー堂々の入場でございます。おっと待ち受けておりました大木の頭突き、早くも大木選手が頭突きを打ちました。ものすごい原爆頭突きの猛ラッシュであります。花束の贈呈は行われません。日本テレビから花束が贈られる予定になっておりましたが、お嬢さん様がずーっと馬の子を散らすように後ろの方に下がってしまいました。奇襲作戦ですね山田さん。そうですね、来ましたね。なかなかいいですね。そうですね。さあ大木金太郎の方は現在勝ち点10で第7位を決定しています。早くも流血だ、ね、早くも流血、場外乱闘になってまいりました。予想通りの試合ですね。やはりね、大木金太郎の続きは強いですね。そうですね、もうあの1発目2発目ぐらいで完全に言われてましたね、はい、思い切って猛天に突きを見舞いました。原爆突き監督の総帥大木金太郎です。大木選手は黒星2つですから、これを負けるともう完全に優勝戦線から脱落ですからね。そうですね、まあ今日もね、あの控え室でね、今日はあのパッチキの世界選手権だと言ってました、はい、鈴木のね、世界一を決めるんだと言ってましたけど、そうですね、すごいハッスルですね、はい、過去たびたび因縁の対決がありましたが、ピンフォールで決着がついておりません。大木金太郎、アブドラザブッチャー、ちょっとブッチャーの動きが鈍いですよ、やはりね、いきなりのね、あの続きを食って出血しましたんでね、はい、ちょっと今のところ意識朦朧じゃないですか。そうですね、現在勝ち点15点、優勝戦線に残るためにはこの大木金太郎を打ち破らなくてはなりません。アブドラザブッチャーずーっと後ろに下がりました。あまり近づきますと危険ですが、ブッチャーの動きがちょっと鈍い。大木金太郎のわっと原爆頭突きが炸裂しています。好調大木金太郎、ラッシュラッシュラッシュでいきます ね、 そうですね、一本足突き、ジャンプ一番脳天に思い切って硬い硬い頭を打ち込みました。そしてグラウンドの展開ですが、これはボキボキと音がしますね、まだ続きですね、ズキンズキンと音がします。激しい頭突きの攻撃、大木金太郎そのままおっと危ない、カウントバンで跳ね返しました。ここは冷静に相手を跳ね返します。アブドラザブッチャーでございます。勝ち点15点、目下第3位。そしておっとダイビングして思い切って、あっとあの体勢からいきます。あの体勢から突きを見せました。さあ自ら気合を入れます。アブドラザブッチャー、ダラダラと流れる血、ものすごいおびただしい血の量であります。そこへ思い切ってあの傷口に焦点を合わせましたね。そうですね、完全に傷を狙ってますね。そうですね、最初ね、ウィークポイントと見ました。ブッチャーにはね、あのカンフースタイルのね、空手道がありますからね、空手の名手ですからね。うっかり近づきますと、あまり近い距離に近づきますと無防備だと危ないんですが、おっとちょっと空手を出すタイミングが狂ってますね。そうですね、しかし今このシリーズでね、ブッチャーをこれほど徹底的に痛めつけたのはおそらく金太郎選手が初めてでしょうね。そうでしょうね、現在勝ち点15、まだまだ優勝を狙えるアブドラザブッチャー、果たしてこの大木金太郎がストッパー役になれるかどうかですね。空手スタイルです、シュッシュッシュッという空手スタイル、後ろから期待な声を発しました。地獄突き、地獄突きだ、強烈ストレート攻撃、地獄突き、一瞬タイミングを取ります。場外に出ました、場外に出ました大木金太郎です。一息入れます。しかしね、あのね、地獄突きのタイミング、威力もう文句なしですね。本当ですね、あれだけ自分がやられた後に、はい、あれだけのものが出せるという恐ろしさですね。おっとまたしても今度はダブル地獄ですね。両方の手を突き出しました。一瞬にして攻守ところを変えました。そして大木金太郎を思い切って場外に放り投げる。2段目のロープから大きく大きく場外に放り出されました。どうやらアブドラザブッチャー自分のペースを取り戻したようです。それにしましても山田さん、対ジョナサン戦の時にはストロングスタイルの見事なレスリングを見せたアブドラザブッチャー、しかし昨日の後楽園では対イヤオケア戦でですね、フォーク攻撃を見せましたね。そうですね、何が何でも手段を選ばずに優勝を狙うんだという感じになってまいりましたね、はい、しかしあのジョナサン戦でですね、はい、はっきり見せたように12のストロングスタイルもやれるわけですね。そうなんですね、そういった意味ではオールラウンドプレイヤーと言ってもいいかもしれませんね、はい、あの相手の作戦にですね、巧みに乗ると見せかけてその中から勝機を掴んでいくわけですね。そうですね、またしても大木金太郎を場外に投げ飛ばします。もう右の腕一本で軽く投げ飛ばしました。アブドラザブッチャーでございます。現在勝ち点15点、そして今日ジャイアント馬場が19点、ジャンボ鶴田がドクと時間切れの引き分けで17点、トップのジャイアント馬場とは
勝ち点の差4点あります。第2位のジャンボ鶴田とは2点であります。この試合に勝ちますと2位タイということになります。アブドラザブッチャー、またしても流血戦。サードロープに片足を乗せまして弾みをつけて思い切ってギザギザの額に原爆突きを打ち込みます。韓国の総帥大木金太郎、負けてはいられません。やはり世界一の石頭、原爆突きの名手というメンツがありますからね。そうですね、ブッチャーの頭もね、決してね、続きをやらせて弱くはないんですがね、はい、先にやっぱり傷つけられましたからね。そうですね、今のところ突きは大木金太郎の方に軍配が上がりそうです。正面から行きます。ガーッと激しい頭突き、シューズのキック攻撃。さあアブドラザブッチャーのペースか。相手を場外乱戦に持ち込もうとしています。場外乱戦に持ち込もうとしています。さあお客さんがずっと後ろの方に下がりました。放送時間の方は今日は実況生中継でお送りしておりますが、川崎体育館からあと2分でお別れでございます。果たして勝負がつくかどうか。大木金太郎にとりましては剣が峰の試合ですからね。そうですね、出足でも勝たなくてはなりません。噛みつき攻撃にどうやら出たようです。噛みつき攻撃に出たようです。両選手の姿はカメラマンに包囲されまして、ちょっと動きが見られませんが、あ、チョーク攻撃ですね。チョークに入っているようです。がっちりとチョークに入りました。アブドラザブッチャーです。これが下になっているのがアブドラザブッチャー。ギザギザの額からものすごい鮮血。さあ勝負の方は、さあ2人は冷静に PWF のルールを頭に入れておりますでしょうか。上位レフリーのアクションが大きくなりました。カウントが続いています。カウントが続いていますが、大木金太郎が先に入りました。これがアブドラザブッチャーだ。これがアブドラザブッチャーだ。額にの額の血、額の血、エプロンに血をこすりつけました。さあ大木金太郎が堂々とリングの中に入りました。10カウントルールは頭の中に入れてますね。そうですね、後がありません。大木金太郎は後がありません、まあ、ああいう場合ですね、レフリーがカウントするのもいいんですよね、はい、おっと靴を、あ、靴を抜きましたね。両方の靴を脱いで、これは柔道のすり足ですね。そうですね、おっと柔道技でいきます。いや空手技でいきます。空手のおキックを見せました。キックを見せました。さあ勝負がつくかどうか。ズッキー後ろに胸に当たりました。後ろ蹴りが当たりました。空手技でいきます。アブドラザブッチャーと対戦。エルボードロップ、勝負がつくか。エルボードロップにいった。さあ勝負がつくかどうか。ドバ選手は大木金太郎と古田はブッチャーとジュナさんはイヤウケアと対戦をいたします。さああと17秒で、川崎市体育館からお別れですが、大木選手がちょっとタイミングを取りました。果たして勝ち点2を取るのはどっちか。アブドラザブッチャーは That's what I'm saying.